ああ、今日もチェントゲか。チェントゲって言ってんだ、あ、これ。チェントゲチェンか。トゲしようか。やあ、ろ今日の端っこは？今日の端っこは？う。まあ、僕と俺ミスターと、ですね。あ、出た。これ変初期。わらずだから。なんか心変変わっわてらねえず、な。変わらずか。あ、ほんあの、と。ゲーム側が、その適任者を、ああ、選ぶシステムだから、これ。なるほど、そんそうななんんだ。か、そんなフローチャートみたいにやった？なんか、あなたはリーダー気質ですか？みたいな。質問みたいな。先週の結果がこれってあ、こなとるほどだ。ね。ああ、なるほどね。結果でこれになるんだ。そう、AI で。どこが、どう、いい悪いなのかわからないけど、行くか。行きましょう。よし。うわ、なにこれ？何？ここじゃ待って、これでいいんだよな。移当た動りし前そうだだけね、ど。これね。乗ったら移動しそうあ、ね。俺も移動行く？まあ、早めに行った方がじいいゃあ今か。日初のやっていい？お願いもうしま早いっす。すもん。はいはい、せーの。ちょ、なんか、はい、せーの。なんか早っ。ほら、やっぱそうだと思った。いつかこれいけるだろ、これいけるだろ。おぶおだおぶだだおぶ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 
は。そうだね。パッパパッパ行けってこと？ポンポンポンって行かなきゃいけないのかな。いやもう一発目には辛いよあれ。いやまあだからここなんだろうな。脳が目覚めたな。うーん、よかったよかった。すぐ下にいられるように。今びっくりした。行くぞ。おー、行っちゃうよ。俺でいいの？せーの。いいっすよ。でも一回でもクライム入ったら終わんない。やばい。終わると思う。うん。だからちょっと待って、下の落ちる位置もなんとなく見といた方がいいかもね。さっきのエスカレーターのとこは即降りれたけど、まあ、最悪のタイヤ、まあでもタイヤの方行かない可能性あるのか。いや途中、いやタイヤのところじゃない、基本的に多分奥の階段のとこまで行くでしょ俺ら今平面は。あのボロボロ階段のなんか先っぽに行くのかな。右の方が降りれるよね、タイヤのね。うん、そうですね。じゃあ右落ちたら右かな。右ね。うん、オッケー。クレーム入んないように真ん中に降りましょう。はい。はーい。せーの。せーの。ああ、わかったー。わかったー、俺も。ああ、そういうことか。なるほどね。誰か一人残ってるのか。残るのか。なるほどね。あ、じゃあ。別に難しくない。そうだね、難しくはないね。じゃあ行こう。じゃあ前二人が先行くにする。あ、そうっすね。22で、22が確実なんじゃないかな。だから俺と小池さんペアと、ブラマンペアで。いえ、その、飯食い行くときとかも横並びにすんのよ。そうだよ。え？恥ずかしい。斜めにしてください。ゲーム側に言ってください。ゲーム側に言ってください。ゲーム側が決めたんでしょ？斜めにしてくれよ。斜めにして、ちゃんと。恥ずかしいから。俺らだって気使いますよ。そう、俺らだって、ね。はい、ちょっと気持ち悪いなと思いながら今も気使ってよ今も。じゃあ俺と西さんで行きます。ぐしゃぐしゃ。橋二人真ん中2人。あ、いいじゃんいいじゃん、別にいいじゃんこれ。うん、それで行く。うん。せーの。あ、なんでさ、リーダーすらも変わった。じゃあ待って、どういうこと？でも関係ない、精度とか関係ないんだよ。でこれで待って後ろが来れば人だね。これじゃあ待って、これ分かってる。こっち来んだよ。こっち来いいのか。別に いや行ってもいいでしょ。いやでも奥行けばいいんじゃん。でも奥行った方がよくない？奥だな。そっちの方が早くない？うん、はい、じゃあ行くよ、はい、せーの。行けるかなシフトで。あ、待ってる。ふうじさんあんまりそっち行くとか。さすがに行けるか。あ、真ん中ら辺に行った方がいいのかな、はい、せーの。あ、行ける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 。せーの。ちょっと低くなってる。なんでそのリーダーが変わったんだろう。せーの。せーの。ちょっと待って、ちょっと一回待って。はい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 。いつの間にか、ヒロチンがせーのって言ってる。そうだよね。あ、ごめんなさいごめんなさい。変わってるよね。ごめんなさい。ごめんなさい。リーダーだと錯覚してしまいました、今。あ、そう。なんかさっきすごいわがままなこと言ってたから。あ、そっか。ちょっと受けたからって調子なんだよ。あれやばっ。よかった、俺こっちのペアで。受けに厳しい先輩。嫌な先輩だな。コメントでいい反応来てたからって調子乗んない。俺コメントでいい反応来てたんだ。令和でもいるんだ。いるんだ、このタイプ。受けに厳しい。いくよ。一番切られるタイプだ。せーの。あ、それだったら余裕そう。
行けよ。遅い。一回なんで行くよって行くよって。いや今の一くだりがあったからあったから大丈夫かなの。優しい。いいケアしてる。はい、せーの、素晴らしい、いくよ。はい、せーの、せーの、はい、せーの、せーの、はい、せーの、やっぱ上手くなってるな。せーの、せーの、こっちへ行くか。じゃあ、はい、せーの、よいしょー、せーの、いいよ、めっちゃいいじゃん、いいじゃん、バンバン。もう何にも難しい。あ、ブス、あ、ブレ、じゃあ、なんだ、なに、いや、なに、なんか、アピシー、何、アピシー、何、あ、ブス、あ、ブス、急にどうしたの。いや、穴が開いてると思わないじゃないですか。ああ、そういうことね。いや、まあね、繋がってると思う。あ、ブスって、あ、待って、うわ、宇宙人が、うん、行こう、この、え、あ、これ覚えといた方がいいんじゃないね、待って、見て、ボーン、ブームじゃない、ダイヤがボムって書いてる。ちょっとダイヤに気をつけた方がいいと思う。ダイヤやばいね、うん、ダイヤがもう触るとバキーンってぶっ飛ばされちゃうみたいなね。充電 1% ストリート。どっちのもんの、どっちのもんの、それ何、これ何、あ、痛い痛い、逆バンジーみたいな、ちょっとすごい焦ってる今日。ヒロチンなんか知んないけど、行きましょう行きましょう。いやもうね、やっぱもう、こっち来て。何週間目これだって。え、 3? え、3でしょ。いや 3で半分いってないからね。俺はずっと続けばいいのにって思ってるよ。あ、ずっと続けばいいのにって思ってる。あ、じゃあいいけど別に。周年やる人って俺、チェインドときさ、1周年ですって。ちょっと、PUBG みたいな感じじゃないのよ。モバイル来たからやるでしょ。うわ、西ちゃんそれすご。これ反対側渡れないかな。あそこの奥、うん、行ってみる。行きたい。どうすん、 OK。 一斉、あ、ごめん、待ちょって。右の方が飛びやすいかも。助走つけやすいかも。せーの、いくよー。はい。はい。いっせーのーぜ。え、大丈夫。ナイスナイスナイス。なんでせーの変えたんだ、ね、ここのはしごの、ここを登りたくない。え、登れない。ごめんね。本当に。羽が裏にあんじゃない、羽が裏にあんじゃないの。あっちにある。見て。羽がどこにあんの、うん、本当にある。ほら、正面。うん、あ、本当だ。あ、本当だ。あの裏にある。すごい。あ、出た。これよ。スーパー扇風機。これさ、結構スピード速かったよね。この回る。はい。シフトで行った方がよかったかな。次行くよ。待て、はい。この次。はい。はいよ。せーの。ちょっと待ってね。うん、せーの。で、左。はい。走ってもいいかも。あ、うん、行き過ぎ、行き過ぎ。うん。せーの。オッケー。よろしい。あ、いやいや、もう余裕の。跳ねてしまいよ。うりゃ、おら。余裕のよっちゃん。おらおら。うわ、懐かしい。おらおら。おらおら。うわ、この裏側にあんのか。おら。どこ行くんだっていうか、うわ、正規ルートは確かに、あ、あの階段か、階段じゃない、階段だ、うん、あー書いてあるわ、矢印が、申し訳程度も、いっせーのーせっせっせだ、のじゃねえんだ、のじゃねえ。いや俺それね、結構対応ギリギリ、はい、ギリギリで対応してる、今ギリギリで対応できるでしょ。対応はできてます。あそこ、あ、ビューンで飛べんじゃない、煙突。うわー、一人分でーい、やい、あれだ、時間のスイッチはある、時間のスイッチだ、時間のスイッチ、時のスイッチ、一回見ましょう、一回見ましょう、あ、出た、時間、あれ、時間優しくなってる、優しくなってる、優しくなってる。うわー、これこれ、クライム、いや、クライム入っても余裕じゃねえか。さすがに、あ、まあ、さすがにね。いや、それよりちょっとこのアップデで簡単になっちゃったっていうことへのショック。いや、これ見えたとしても別にそこまでショックじゃないでしょ。まあね。いや、でも言われるよ。これが、このアップデが入る前にこれクリアした人に、ああ、あそこ簡単になってるからね。ああ、その、な、もうそんなこと言っても何にもなんないやつ、ね。ヒロチンが全く同じことを俺らに言った気がする。うえ、おい。え、何が、オンリーアップの時に、うん、あ、なんかアップデ入って簡単になったみたいですね、みたいな。うわ、あアップデゴ、アップデゴさん、アップデゴ先輩って呼んでる。だからクリアしてないってことですもんね、お二人。うん、うん、ってことになりますよね。飲み込むなよ、うん、うんじゃないよ。当時の俺の言いたかったことは、まあ今クリアしても
意味ないですよねっていうね。そうそうそう。簡単になってるからね。クライム周りなんか簡単になったみたいですね。なんか言ってた気がする。そう。ああ。クリアマウント取れるやつだ。悔しい。じゃ気をつけます。しっか。気をつけ。あ、ちょっと待って。せーの。せーの。せーの。あ、でもここ意外と。せーの。階段より。あ、ちょうどいいわ。せーの。ね。せーの。せーの。せーの。あ、でも言うて言うてギリギリでしたよ。あ、まあまあ。結構ギリだったね。余裕かなと思ってちょっとノリで行っちゃったけど。せーの、バイーン。そのまま行っちゃおー。あー、よいしょよいしょ。うわ、サクサクじゃない？こっからもう。サクサクよ。終わるんじゃない？真ん中行ってないよ。真ん中行ってないね。まだ真ん中行ってない。ちょっとあのすいません。はい、あ、よかったよかった。そんな時間かかるここ。うん、今日一で詰ま、今日一で今詰まってました。お待たせじゃなくて、ここ落ちたらやばいからね。そうそうそう、ここやばいね。ここね、あのだから曲がるとこだけ気をつければいい。簡単に見えて、実は曲がるとこだけ下がない。そう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 、下がね。みんな待ってはいい。簡単なとこはそうなってること多いかも。真ん中行きます？え？いやだよ。右手左でいいんじゃないの？じゃあ、じゃあってなんだよ、おい。おお、なんで後ろ、なんで後ろなんだよ。なんでサザエさん、なんでサザエさんスタイルなんだよ。なんでフェイントするんだよ。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。小池さん待って、小池さん待って。ちょっと待って。はいはいはい。合わせてあげて。ツッコミがうるさいな、みんな。なんでツッコミがうるさいって。いや、なんかさ、みんな突っ込んでくるから。これもう左乗ればいいんじゃないの？いいことだ。左も右もあるのかな？かここは RTA よ。あー、ちょっと待って。あ、そうなんだ。兄さん待って、兄さん待ってあげて。オッケーオッケーオッケー。あ、もう。斜めで。わたわたしちゃった。わわわ。落ちるやついると思わなかった。あれ？なんか今嫌な。アップデコのくせに。アップデコのくせに。全員アップデコなのよ。アップデコだから、偉そうにちなめてみんな。なんかすっげえローアップしてる、富士山。ローアップ？ワープしてる。あ、ほんと？え、うわ、なんだこれ？全然知らなかった、俺の中で。また、待って待って待って。あ、目、なにこの目のマーク。目が見えないマーク。え？目には見えないマークだ。押してみる。うん。はい。一旦ね。あー、そういうこと、覚えろってこと。あー、マジで。いやでもこれ3人1人前動かして落ちたら引っ張る作戦でよくない？あー、まあそれでもいいよ、覚えといてね。こう言って回り込んで211、オッケー、全部覚えた。オッケー。いや、あれ1人作戦でいけるって。え、一人前作戦でいける。じゃあ俺が、俺についてきて。そう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 。日産で、で、緊急で俺らが引っ張る。作戦聞いてた？すげえな。日産との距離保たないとダメよ。みんなが落ちちゃうから。あ、そういうこと。おお、待て、富士。そうそう、富士さん。なんでお前一個キャラ横にいるんだよ。俺の道来い。あ、危ねえ危ねえ。そうそうそう、日産の後ろをカットくらい行くんだよ。で、落ちたら、落ちたら引っ張ってあげるね。うん、それ、え、だから3、1、1、3、3、1でいいってこと？何その、それ何の数字？何の数字？こう落つ、落つこうでいいってこと？やめてやめて、何の、え、どういうこと？ちょっと待って、ここ何だったっけ？あ、こっちか。あー！いや、おい！だから、いやだって今ついてったら落ちたぞ。いや、お、いや違う、そのだからついてって日産が危ねえ、落ちるかどうか確認しながら前に行く。俺落ちてないのに富士落ちたからな今。だからびっくりしたね今。どういうこと？あ、ちょっと穴が開いた。確かに従えよ。落つ、こう、こう。待って、ここね、はい、ジャンプしたいわ。オッケー。最後どうだった？うん。はい。一、のせ。よし。ああ、わあ、出た。これもうヘリコプで。あ、全員？あ、あ。違う違う違う。行かなす行かなす行かなす。ああ、危ない危ない危ない。行かなす行かなす。俺全員だったよ。全員だったよ。おい。全員だったよ。え、全員じゃないっしょ。いや、全員じゃないって。いや、せーのーせ。違うじゃねえか。まあでも小池さんじゃなくてよかった。小池さん落ちるから。本当だよな。ヘリコプで。ヘリコプでだいぶ上行くんじゃない？いや、全然行かないなこれ。すぐそこにあるもん。あ、そこか。なんだ。え、ここ？ここじゃない？だからガリ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 すな。地獄は
なんかあのただのフックついたプロペラで、ここ現世だからヘリコプターってことでしょ。あ、なるほどね。ちょっと待って。うるさい。え、なんで同じとこ後ろついていけばいい。うわー、あの時のこと怒ってる。これ、ほんとマジで。あの時のこと怒ってる。なあ。いや、ふいさんね、あいつもだって。ふいさん、ほんとなんか、みんなでルール決めたのに、うん、これルール守らず行くんだよね。いや、ちょっと、もう終わりに、もう終わるだろうと思っちゃった。ま、守らずというかさ、もうクリアだろうって。あ、分かってねえんじゃないか。いや、マジでそう、分かって、前回ってる、なんか。分かってるふりすんのやめろよ。俺一回も分かったっつってない。じゃあ分かんないって言うけどな、こっちはよ。だって分かんない。だって見たら言った気するけどな。分かんない、分かんないって言ったらまた怒られるから。怒らねえよ、俺らは。怒ったことねえだろ。怒ったことねえだろ。今3怒り、今カウントしてます。おめんのせいだろ。私のカウンターに今3って書いてありますよ。名前書かれたか。ああ、うん。あぶねえ、頭びっくりした。登りモーションみたいなの入ったね。なんだろう、わかんないけど言えない。これ、ああ、これギコギコ、ネプリーグのやつじゃない。ネプリーグのやつ、ネプリーグにあったっけ、こんな。トロギコ、トロッコのやつじゃないの、これ。ネプリーグの、ネプリーグ、あの右左行くってこと。うん、あ、でも普通に、あぶねえ、あ、ジャンプしたら、ジャンプすればいいんじゃない。そうあ、ちょっと待って、これ前進むから、うん、気をつけてね、感性つくから。で、あの、なんか置いてかれるっぽいよ、そっち。はい、前進まないとダメだからね、そっち側。じゃあ、そっちがつうか、このジャンプしたら、俺らが。いや、俺らがジャンプ。いやいや、ジャンプしてない方置いてかれる。はい、なるほどね。せーの。じゃあ、俺らが取るでしょ。全然行かなかった。こっちだ、次、はい、行くよ。え、あ、ちょっと待って、ジャンプしてない。してねえ。何？え、何これ？何これ？なんだ？一人落ちればいいんじゃない？前後ろかな。なんかあの、いや、前に行くと動けば落ちた判定になっていくっぽいね。あ、なるほどね。はい、じゃあ、なんかよくわかんない。よくわかんない。うん、よくわかんないけど、いい。ナイス。まあまあ、失敗してたね、あっちが。なんだ、まあ、上にやって。登れるなら、上に羽あったりするかな。そんな羽、ハイペースにあるかな。ハイペ羽。知らんけど。危ない。ここは落ちてね、絶対落ちてね。こういうね、ところ。ここが一番落ちたらもう、あ、でもそんなもん。おー、じゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。あ、違った。さっきのトロッコと思ったら全然。なんだろう、これ。ただの。普通にめちゃくちゃ行くじゃん、イロチン。え、な、全然これただの階段みたいな。あ、なるほどね。ボト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 って落ちていくとかね。うん。なんか途中、ないとことか。はい、あるかもしれないから、ちょっと気をつけて。あー、いきなりね。おーい、あ、なんか入り口だ。やったー、これ落ちないところだ。ザ、どんどこどんどんどん。ウェアハウス、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 あったね。なんですか、全然。でも落ちとはなんかいろいろ探索したいのに。ええ、探索はいらねえな。キープクリア、キープクリア、ちょっと待って、これ乗ればいいの。左とも行けるけど、なんかこのさ、これめっちゃ怖くない？あー、でも普通に行けるってこと？行けるわ、うん、迷路みたいな感じかな、前の。あー、でも一本落ちるけど。でもイグジット伊太郎さん彼氏か。違った。凛太郎さんなんだけど。おい、なんだそれ。おい、イグジット。いや、俺らからしたら凛太郎さんなんだけど。おう、凛太郎さんから出ねえだろうな。おい、なんてこと言うんだよ。ベイビーギャングも凛太郎さんだろう、まずは。待ってよ、何これ、壁。いや、ベイビーギャングは北見さんからね。おい、凛太郎さんだろう、こっちも。いや、俺は凛太郎さんなんだけど。いや、だ、俺もそうよ、だから。世の話をしてるわけ。これ普通に出て入って出て入って、ね。いや、これね、めんどそう。やば、これ。でも意外とすぐ引っ込まない。あ、なんか、ね、規則性。オッケー、はい、大丈夫です。俺のせーので飛んでくれれば。はい、オッケーです。はい。行くよ。せーの。すぐ行かないよ。はい。せーの。せーの。やっぱずれてんな、俺。せーの。ごめん。オッケー。ナイス。ありがとう、ありがとう。ちょっとややこしかったな、その。これなんか落ちそうじゃない。やめてよ、そんなこと言わないでびっくりした今。あ、わかる、ちょっとね。あ、この色が赤だからね。節目があるし、わざわざ。
この音うるせえな。ね、俺も。あ、この曲、音楽のボリューム下げちゃった。あら、あーらららららはい、持ち場について、じゃあ、はい。はい。はい、で、どっち回し？え、どういうことこれ。こっち？え、持ち場まで。あ、持ち場いらないわ。あ、これ持ち場いらないわ。それぞれを綺麗な形にして。え？じゃあ、まず赤を。赤、赤でやっていい？とりあえず赤を。赤、俺ね。はい。はい。赤は別にみんなでやらないで。みんなでやればよ。青、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 俺ね。青、俺ね。うん。青、俺ね。そう。ちょ、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 おい、怖っ。ちょっと今、え、ちょっと、やめるか。ふざ、ボケ、ふざ、ボケ。俺の、え、俺のさ、俺のプロペラじゃん。ふざ、ごめん、マジじゃなくて、これ、ボケ。俺のプロペラじゃん。あ、ごめん、ごめん、わかるんだけど。え、もう、これで、これでいいです。これでいいです。だって、ヒロチンがここにしたから、あれ、あれ行きましょう。あれで行けないよ。あれで。ボケ、ごめん、ボケだったんだけど。おもろかったけどな、ヒロチンの。そんな怒るか。ちょっとなんか昔プロ。ちょ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 。やめるか。もうもういいわ。行くわ。どこにね。ボケボケボケ。ボケボケ。おもろいか。じゃあ。おもろいだ。よくないよくない。ちょっとやってもらっていい？ごめんごめんごめん。ボケボケボケ。こんな。やめるか。やめるか。やめろ。やめろ。赤回すか。赤回すかじゃあ。赤回さないじゃん。赤回さない。俺のプロペラなんだけどな。でも青が一番難しいかも。前のプロペラではないけどな。俺のプロペラもうこれでいいんじゃない？あ、そんなんでいい気はする。これで、うん、で緑はあのちょっと上がってるとこ左にすればいいんじゃない？これさ間違ってたら戻んなきゃいけないっていう。まだここで見える、ね、見える状態でできるだけ。うん。あでもそれ。それで、あ、それでもいける。さすがにさ、なんか45度とか。いやでも高さ足りないから、こっちなんかジャンプで届かなそうじゃん。ああ、でも届くかな。あ、でもこれとかでもいけそうな気はするけどね。え、てか、違うわ。あの、はしごは結構こっちだ。手前側だね。手前側だよね。あ、ほんと？じゃあ、黄色から合わせないといけなかったかも。確かに。ああ、なるほど。で、これで緑を、あれにちょうど行くように。あ、でもそれでいいんじゃない？それでいいんじゃない？これでいけそうじゃない？誰誰誰触ったの？いや、俺なんだけど、青から緑いけるかこれ。これでいけんじゃない？青いけないや、あそこ下。うん、いけそうだけどね。いけるか？うん。え、あそこの突起に？まあ、とりあえず行ってみる、一回。あ、で、下、で、真下か、ここ。あ、もう戻れない。あ、いや、ジャンプある、トランポリンある。あるわ、オッケーオッケー。で、ここ降りるよ。うわ、すっていく、すっていく。はい。いける、いいんじゃない。今日も落ちてんな。これはあんまり表示されないんだよな、なんかそう。うわ、うわ、それちょっと待って、これすごく面倒くさくなってる。はじはじだから、はじはじ。いや、じゃなくて、鎖が。ああ、抜けてないな。そう。ああ、なるほど。ああ、それ横から抜けない。ちょっと待ってよ。俺もダメだ。待て。いや待って、小池さんね、上来て。あ、オッケーオッケー、そう。こっちの方がやりやすい。で、上で持ち上げてもらう。だから小池さん引っ張ってこう。あれ、うん、引っ張らなくていい。それね、俺のね、なんかね、あれまで変わんない。クライムができない。大丈夫、大丈夫。オッケー。いや、ほんと、こういうのが命取りになるから。危ない、危ない、危ない。あ、いけるいける、緑。うん。大丈夫。あのあいつやらかしてから無言だけど、危ない、兄さん、やらかしてから無言だけど、やらかしてから無言だけど、やらかしてから無言だけど、あいつ、いや、ぶん殴った方がいい、一回ぶん殴った方がいい、やらかしてぶん殴る、自分がやらかしてから、待て待て待て、ずっと無言だけど、ごめんごめん、おい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 じゃない、なになに、おい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 って、え、じゃあやだやだやだ、おい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 じゃない、ナイスナイスナイスなんだけど。ナイスだけど、自分の下手を。行かないの？行かないの？行かないの？下下下下下下下。分かってる分かってる。分かってる分かってる。もう引っ込んだから行ったのに。まだあるよ。ちょっと俺なんかずれてそうだから動機。ここ結構ギリじゃない？よし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 。ああ、ダンボールだ。ダンボール。なんか燃えてね？あのあれが。松明が。
体操ゾーンだ。うん、そう、あ、まあまあ、そう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 、はいはいはい、あ、よかった。で、左行けるのか。何も言うことないわ、お前らに。でも言ってほしいよ、兄ちゃん。そう、言うべき時に言ってなかったんだよ。うん、おい、おいの方だ、おい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 。4人でやってるってこと忘れたら終わりよ。おい、せーの、ありがとう、ありがとう。オッケーオッケー、ありがとう。そうそう、ごめんごめん、慣れすぎてもういらないと思ってた。慣れが一番怖いですから、慣れた時が。大ポカでした。せーの、せーの、せーのだけは絶対。じゃあせーのだけは絶対って言いながら行くの。なんだこいつ。これ待って、最初3個だからね。3個通り越して止まろうか。間で。せーの。あ、意外と余裕あったね。うわ。待って、俺当たるかも。あぶねえ。どう気づめてんだ。なんだよもう。どう気づめてるわ。なんでこんななんか。くらったそんなギリギリで行かなくてよくない？ゴーじゃないよ。いや、せーのどこ行ったんだよ。俺のせーのをちょっとその遅れても間に合うタイミングで行ってるよ。ありがとうございます。いや、今結構ギリギリだったけどな。いや、ギリに見えるだけだって、そっち側が。それはやめてよ。それこっち側でギリに見えないようにも。ちゃんと行けるタイミングで言ってるから。大きな余裕をくれよ。絶対もっといいタイミングあったけど。焦んじゃ、もうやれよ。絶対やるだろうなと。いや、もう行こう行こう行こう、もう。もう今日また始まったよじゃない。また始まったよ。また始まったよにすんなよ。また合わすなよ。ちょっと待ってよ。また始まったよで終わらすなよ。ちょ、待って、お前やれよ、ま、そのやめるなよ。もういいよ、もういいよ、また言ってるよ。まただよ。またこのターンだよ、やめろ。やめろって。毎週半分で毎週。毎週毎週まだ半分いってない。あかんない、もうリーダーが楽しくて仕方ねえんだ。羽探しに行く。羽がなんて、うん、羽はもういいよ。もうなんでよ。どうせ2個ぐらい見逃してるよ、もう。もう見逃してんだから、もう、まあ、もうダメかな。ただ俺ね、そこね、そこ空いてたのよ、ドア。視線がそれだけは気になる。視線がみんなちゃんとそうでしょ。なんか探そうとしてる、ね、探そうとしてる視線してるな。羽こんなの俺だったら隠せよ。うえ、なんもねー、なんもねー。でもナイス、こういう空いてるところあされたのすごい良かったと思います。そうだな、まあなんもないかな。ここです。ないだろう、たぶん。いや危ない。ど真ん中、これやっぱ、引っ張られちゃうな。待ってあげて。よし、こっからせーの入れるからな、ちゃんと。はいはい。ただ回ってジャンプしていくだけだね。うん、あそこ。せーの。あそこシビアな感じするな、この2個目。乗り付け、こっちから行く、うん、ここでやるみたいなね。これ上に行った時にジャンプしようかな。そうですね、はい、え、うん、あ、そういうこと。行くよ、はい、うん、はい、待って、下に行くよ、せーの、こっち行くからね。はい、どこ、確かにどこ着地するかちょっと分かりづらいね、これみんな、みんなバラバラ。左行こう。いや、左のやつ、せーの、はい、ナイス、はい、ナイス。で、トラックか、トラックね、お前のトラックです。サクサクだね、サクサクなん今日。せーの、サクサクじゃんね。いや、まずいかも、まずいかも。なんかその波乱がないじゃん、波乱が。無理やり揉め事も起こしてる感あります、ね、そうーせーの、そうね、確かに、うん、せーの、来るよ来るよ。あー、ちょっと羽がもう一番簡単な羽。本当だ、本当だ、一番簡単な羽。いや、せーの、ありがとう、ナイス。せーの、このペースであと4。これマジでマックス集めてるかもね。ちょ、そつけたい、ここ。はい。はい、はい。せーの。おぉ、ちょうど。ナイス。あ、これあれ捕まるやつだ。捕まるやつだね。大丈夫。波乱はね、どうせ起きるんだから、この手のゲーム。まあね。真ん中が捕まろうか、俺。いいよ。端っこが持つとさ、一番低いとこがビローンってなるんだよね。ね。真ん中だと、ヒロチンが一番低い。確かに、確かに。だからここで多分引っかかるんだよね。確かに、フイさん。ああ、ぴったしだ。
確かに、なんか勝手に端っこの人が捕まった方がいいみたいな感じになってたけど、やっぱその固定概念、固定概念から話しない。くだらない話中すいません。なんですか、クリスさんすごいわ。一回切ります？やっぱ俺がくだらない話中すいません。ちょっと待って。やっぱ俺あそこでフック、うん、やっぱ気づけないと思うんだよな、あんまり。いや、気づかなかった。うん、いや、すごいと思う。そういうくだらない話してるとこすいません。ん、ちょっと待って。くだらない話。やっぱね、慕ってるから今、その褒められたこと。慕ってるから。ちょっと。動画切らなきゃいけないんだって、もう時間で。ちょっと待って。ちょっと、これだって、下半期ラストでしょ、多分これ、俺も褒められるの。引っ張りたいよね。噛み締めたいよね。紙じゃないよ。いや、まだまだ、ちょっと、まだまだもらえるけど。